本の第1号なんですね。で、フュージョンスタイルというのはいろんな形で、ベリーダンスと何かを組み合わせたりするんですけど、僕の場合はジャズベリーというのをやっています。ジャズダンスとベリーダンスを組み合わせています。そのわけで、今日はどうも司会ありがとうございます。明日からアイスクリームを、なんかいろんなところで販売しているので、ぜひチラシを見たら、はい、よく注文一応社長としては社務もかかってるということで、真面目にかかってます。よろしくお願いします。もう一回ください。はい、すいません、ありがとうございます。ですね、セブンイレブンさんと今回ファミリーマートでご採用いただいております。商品がセブンさんはフローズンヨーグルトのアイスです。フローズンヨーグルト入りのアイスですね。こちらがセブンさんので発売明日からになります。で、ファミリーマート様は夏野菜のジェラートセットということで、各ですね、産地が歌える、生野菜ですね、今年取れた旬の野菜をジェラートに加工しまして、こちらの方もファミリーマートの方で6月末から発売となっておりますので、ぜひとも見ましたら、元ジャニーズジュニアで、なんだっけ、JR 東海で、どっちかというとブレイクかムーンウォーク、ムーンウォークやってた噂の人です。そしてこちらは内田和也さんって言って、20セントスタジオっていうダンススタジオを持っています。で、お金はどうも僕劇団四季の四季で四季だよね、四季の後輩で入れ違いだったので、ステージの上では会うことはなかったんですが、この内田和也さん、何か喋れるダンサーです。ロースタッフでツーステップというスタジオをやっています。よかったら遊びに来てください。今年の夏に久しぶりに J ダンス東京コレクションっていうのをダンサーの祭典を夏でやります。そして僕は昨年ニューヨークから戻ってきてディスコダンスやってベリーダンサーになったりしてるんですけども、J ボーイズも久しぶりの総合的なことであり、 J ダンス東京コレクションもいろんな方が参加してくれます。そしてこのなんかつながりがないお二人が実は今度組んで、なんかチーム名決まったんですか？チーム名とか2人でデュエットで、芸賞じゃないです。芸賞じゃないです。デュエットで作品を出してくれるということで、こちらの2人で、シアター系が上手なので、どっちかって小です、小ダンス的なの。僕が大好きなボッホシーっていう人がいます。で、ボッホシーカバレーとか、シカゴっていうミュージカルを作った人で、自慢じゃないんですけど、僕日本で初めて振り付けをした時、日本のボッホシーって言われたんですね。僕が言ったわけじゃなくて、ヘイボンパンチって今は何してるの？自分は知ってるみたいなんで、かなりの。僕が日本じゃダンス芸人。